法王山横穴古墳法王山横穴古墳は石川県加賀市直市町法王山にある横穴古墳群である。1929年12月27日、国の史跡に指定。江沼盆地の胆振橋川東岸、船見学より派生する丘陵の北端部にある法王山海の業界岩室地盤に営まれた。展示館1921年22年に、 上田三平が26基を調査したのを皮切りに、1964年から66年の石川県立大正寺高等学校による調査、1967年から68年の保存事業に先立つ調査を経て、合計77基の横穴墓が確認されている。また、山全体の総数は150から200基に達すると推定され、北陸地方最大の規模を誇る。 この横穴母群は、横穴墓の密度が高いことや、複数の原質を持つもの、長さ10メートルに及ぶ、家型天井の原質を持つ、横穴墓などが注目されている。異物は、末期、弾き、鉄刀、通す、鉄属、耳飾りに限られていて、横穴墓間の格差や主群間における差が少ない、ことが特徴とされる。 副装品の年代から6世紀後半から7世紀末にかけてのおよそ150年間にわたって作られた横穴群であったと考えられている。鳳凰山横穴古墳文化遺産オンラインハット AB 鳳凰山横穴古墳石川県埋蔵文化財センターハット AB 日本古墳大辞典大塚初重、小林三郎熊野正也編東京堂出版 1989年520ページありがとうございます。